ジオスはイタリアの自転車メーカー。1948年設立。本拠地はイタリアのトリノ。よりイタリア語に近く発音するとジョス。創業者のトルミーノジオスは元ロードレースの選手である。ベルリン五輪イタリア代表に選ばれるほどの名手であり、同社のエンブレムに五輪があしらわれているのはそのためである。1973年からプロチーム、 ブルックリンにフレームを供給する。エースのロジェ・デフラミンクの活躍によりジオスも名声を得ることになる。それまでジオスのシンボルカラーはオレンジ色だったが、デフラミンクが買っていたのは青色のフレームであった。以来、その青はジオスブルーと呼ばれ、イタリアのペンキアの色サンプルにもジオスブルーの故障が登場するほど、ジオスといえばジオスブルーというイメージが定着している。 プロチームへのフレームの供給は1994年からスペインケルメ2003年から2004年までイタリアフォルマジピンゾーロなどがジオスのフレームを使用していた。ありがとうございます。